古代中国においては、神獣、随獣として見なされている神聖な生き物でありました。コロナ感染症の収束や紛争のない、世界平和のためこの時代に飛び出したのではないかと、平和祈願祭、並行して開催をさせていただいたと。皆さん人それぞれ、違った見方、違った解釈というのがあろうかと思っております。那須に来てですね、殺生石を眺めながら、皆様それぞれの、新たな九尾狐伝説を創作する、そんな楽しみ方もしていただければ幸いでございます。